皆さん、こんにちは。今回は日本バスケットボール界に大きな影響を与えた八村塁選手のパリ五輪での活躍とその裏側で起こった出来事について深掘りしていきます。NBA スターが日本代表として戦うという前代未聞の状況下で何が起こったのか、そしてそれが日本のバスケットボール界にどのような影響を与えたのか、一緒に考えていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年パリ五輪、日本男子バスケットボール代表チームにとってこの大会は特別な意味を持つものでした。なぜなら NBA で活躍する八村塁選手が日本代表として参戦したからです。これは日本バスケットボール史上画期的な出来事でした。八村選手の五輪参加は決して簡単な決断ではありませんでした。 NBA の所属チームロサンゼルス・レイカーズでの地位はまだ確固たるものではありません。通常このような状況の選手が代表チームに参加することは稀です。しかし八村選手は日本のために戦うことを選びました。この決断は彼の愛国心と日本バスケットボール界への貢献意欲の表れと言えるでしょう。同時にこれは日本のバスケットボールファンに大きな希望と興奮をもたらしました。パリ五輪での日本代表の活躍、特に7月30日のフランス戦は多くのファンの記憶に刻まれることとなりました。世界ランク26位の日本が同9位のフランスに挑んだこの試合、八村選手は28分2秒の出場で24得点3リバウンドという素晴らしい成績を残しチームを牽引しました。しかし試合終盤に起こった出来事がこの感動的な戦いに影を落とすことになります。ゴール下でのルディ・ゴベア選手のシュートに対する八村選手のディフェンス、このプレーがビデオ確認の末2つ目のアンスポーツマンライクファウルと判定されてしまったのです。これにより八村選手は退場処分となってしまいました。この判定については国内外から多くの疑問の声が上がりました。特に八村選手が所属するロサンゼルス・レイカーズのファンからは強い反発がありました。ある有名なファンアカウントはこの判定を五輪史上最も不正なゲームの一つと表現し、8万人近いフォロワーに向けて発信。スポちゃん、コメント欄には完全なミスジャッジ、なんでこれがファウルといった声が殺到しました。八村選手の五輪参加は日本バスケットボール界に大きな喜びをもたらす一方で、さまざまな課題も浮き彫りにしました。特に彼に対する特別扱いをめぐる議論はメディアやファンの間で大きな話題となりました。五輪開幕前、八村選手は7月3日の壮行会と7月5日、7日の強化試合を欠席しました。理由はコンディション不良でしたが、この情報が適切に伝達されなかったことで、メディアやファンの間に混乱が生じました。この出来事は、トップアスリートの体調管理とファンやメディアへの情報提供のバランスの難しさを示しています。同時に、選手、協会、メディア間の円滑なコミュニケーションの重要性を再認識させる機会となりました。八村選手は開幕前に10人以上の知人や親族のためのホテル手配を協会に依頼しました。これは通常のアスリートには見られない要求でしたが、 NBA スター選手を迎える日本チームにとって新たな課題となりました。この要求に対応するためツアーコンダクターは大変な苦労を強いられました。しかしこの経験は今後世界的なスター選手を日本代表として迎える際の貴重な学びとなったはずです。フランス戦後、八村選手がミックスゾーンに姿を見せなかったことも大きな話題となりました。ルイは会見に応じない、他の選手と話してくれ、以上、代わりに現れた代理人の対応に多くの記者が不満を感じました。この出来事はトップアスリートのメディア対応の在り方について重要な問いを投げかけています。選手のコンディション管理とメディアやファンへの説明責任のバランスをどう取るべきか、この問題は今後の日本スポーツ界全体で議論されるべきテーマとなるでしょう。八村選手をめぐる一連の出来事に対しファンの反応は様々でした。批判的な意見もある一方で彼を擁護し、その貢献に感謝する声も多く聞かれました。あるファンは
NBA スターが日本代表として参加してくれただけでも素晴らしいこと、ある程度の特別扱いは仕方ないかもしれないと述べています。また別のファンは、年俸20億円を超える選手が自身のキャリアリスクを顧みず日本のために戦ってくれたことに感謝したいと語っています。これらの意見は、八村選手の参加が日本バスケットボール界にもたらした価値を認識すると同時に、今後の課題についても冷静に見つめる姿勢を示しています。パリ五輪での経験は、八村選手個人にとっても日本バスケットボール界全体にとっても大きな学びとなりました。今後これらの経験をどのように生かしていくべきでしょうか。1. グローバルスタンダードの導入。 NBA レベルの選手を迎えるための体制作りが必要です。選手のケア、メディア対応、ファンサービスなど多岐にわたる準備が求められます。 2. コミュニケーション戦略の見直し。選手、協会、メディア、ファンの間でより透明性の高い情報共有が必要です。これにより不必要な誤解や批判を避けることができるでしょう。スポちゃん。3. 若手選手の育成。八村選手の活躍は多くの若者に夢と希望を与えました。この機運を生かし、次世代のスター選手の育成に力を入れるべきです。 10. 国際大会への準備。次の大会、2028年ロサンゼルス五輪に向けて、今回の経験を生かした戦略的な準備が必要です。 5. ファンとの絆強化。八村選手の活躍で高まったファンの期待に応えるため、より魅力的なコンテンツやイベントの提供が求められます。八村塁選手のパリ五輪での経験は日本バスケットボール界に多くの課題を突きつけました。しかし同時に大きな可能性も示してくれました。 NBA で活躍する選手が日本代表として戦う、これはまさに日本バスケットボールの新時代の幕開けと言えるでしょう。確かに様々な批判や課題はありました。しかしこれらを真摯に受け止め、改善につなげていくことで、日本バスケットボール界はさらなる高みを目指すことができるはずです。八村選手の勇気ある決断と献身的なプレー、そして彼を支えたチームやファンの情熱、これらはすべて日本バスケットボールの明るい未来への道しるべとなるでしょう。最後に皆さんにお聞きしたいと思います。八村塁選手の今後の活躍にどのような期待を寄せていますか。また日本バスケットボール界の未来についてどのようなビジョンを描いていますか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。